こんにちは、クールダムノーツの木村です。今回は僕が耳コピーをして譜面を作る作業風景を解説を入れつつお見せしたいと思います。で、最初にちょっとした注意なんですけども、あくまでこの動画は僕がこの間耳コピーをした時の風景を録画したもので、毎回同じように作業しているかというとそういうわけじゃなかったりしますし、この動画のやり方が一番いいかっていうと全然そんなことはないと思うので、あくまでこういう風にやってる人もいるんだなっていう感じで参考にしていただければ幸いです。で、この作業風景を見ながら、もっとこここうやった方が便利やのにとか、この時短になるよっていうのを知っている方がいたら教えていただけると嬉しいです。ちなみに案の定あんまりスムーズにできてないなっていうところとかもあったんですけど、そういう部分は適宜カットを入れたりとか、あと尺に合わせてちょっと早送りをしたりとか、そういうことはしてあります。で、耳コピーする曲なんですけども、リサさんの白金という曲をやっていきたいと思います。この曲はテレビアニメ鬼滅の刃無限列車編のエンディングテーマですね。ということでやっていきたいと思います。では行ってみよう。クールダムノーツ。はい、じゃあまず何をやってるかというと、Cubase っていう音声編集ソフトを立ち上げつつ、 Google コラボラトリーっていう、これはブラウザ上で Python の実行環境が作れる Google のサービスなんですけど、これを使おうとしています。 Python っていうのはプログラミング言語で、この Python を使って Spotify の API っていうのはサービスの一部とかを使わせてくれる受付窓口みたいなやつなんですけど、この API を経由して Spotify に配信されている曲のデータっていうのを取得できるんですよね。だから Spotify の API を経由して曲のデータを取得する Python のスクリプトをあらかじめここに書いてあるので、これを使ってこの白金っていう曲の BPM、テンポを取得しようとしてます。Spotify の BPM の解析能力ってかなり高いと思うんで、テンポがこう途中で変わったりとか、テンポが揺れてる曲じゃなかったら、かなり正確に教えてくれるんじゃないかなと思います。で、テンポを調べる方法としては、まあこれ、じゃなくてもタップテンポ使ったりとか、キューベースに貼り付けてから勘で合わせに行くとかまあそういうのもあると思うんですけど、まあ、この Spotify の API から引っ張ってくるとパッと一発で分かるので、とりあえず一回試してみようかなみたいな感じですね。ちなみにキューベースの機能にもテンポ割り出すやつあったと思うんですけど、前試してみたらなんか精度が良すぎてめちゃくちゃ微妙なテンポの揺れとかまで検知してしまって、それはあんまりこの耳コピーをするときに求めてるもんじゃないんで、基本的には Spotify の API を使うことにしています。とか言ってる間に白金の BPM を取得できました。143ですかね。そして立ち上げておいた Cubase の画面に戻って、取得した BPM143 に設定を変更します。その後 Spotify で曲を再生しつつ、その再生している音声を Cubase に録音していきます。ここでは実際は音声が流れていますが、動画ではカットしています。で、録音している間は曲を聴きながら曲の構成をなんとなく把握しようとしたりとか、後で使うために歌詞を書いてあるサイトの URL をスマートフォンで調べたりしています。ということで録音がだいたい終わりますね。はい、終わりました。で、ちょっと音量を上げてみたりとか、あとファイルに名前を付けたりとか、まあそういうことをちょっとやってますね。てかやっぱりこの曲もノリ波形ですよね。せっかくいい曲なのに残念だっていう感じがしてしまいますが、まあしょうがない部分もあるのかもしれません。で、今次にやってるのは Cubase のグリッド線に録音した白金のオーディオファイルを合わせています。曲のテンポと Cubase のプロジェクトのテンポを合わせることで耳コピーがやりやすくなるっていう感じですね。今音声は鳴っていないんですけど、実際は Cubase のメトロノームを鳴らしながら曲を再生してみて、さっき Spotify の API から取得したテンポと本当にこの曲のテンポが合ってるかどうかっていうのを耳で確認したり、あと波形を見て確認しています。今回は合ってたみたいですね。次はスペクトラレイヤーズというソフトを使ってこのオーディオトラックを解析して分離していきます。スペクトラレイヤーズっていうのは Cubase Pro 11から標準搭載もされている音声編集周りの便利ソフトみたいなやつなんですけど、オーディオトラックのオケとボーカルを分離したりできるんですね。で、さらにアップグレードするとボーカルとベースとドラムとピアノとそれ以外に分解できるんですよ。で、まあ僕このアップグレードしたやつを使ってるので、今ここでパートごとに分解してるっていう感じですね。まあ、ここでちょっと音声自体は流せないんですけど、特にベースはめちゃくちゃ聞き取りやすくなりますね。で、分離して抜き出したボーカルのトラックを一度書き出しています。これ何のためにやるかというと、Cubase のバリオーディオっていう機能を使って音声の解析ができるので、それをちょっと試してみようかなと思ってやっています。
はい、で書き出したので、こんな感じでバリオーディオを使ってオーディオの再分析っていうのをやってます。ただこれやってみたんですけど、なかなか元々のボーカルが加工されてたりとか、ハモリが入っている部分とか、まあそういうのはスペクトラレイヤーズで完全に分離できるわけじゃないので、あまりいい結果にはならなかったというか、うまくいくときはかなりうまくいくんですけど、ボーカルは全体的に微妙って感じですかね。ベースとかだとかなり参考になるぐらいまで解析してくれるんですけど、はい、今回は多分この作業はやらなくてもよかったかなみたいな感じですね。はい、ということで、だいたい下準備終わったので、ここから本格的に耳コピをしていく感じですね。音源を聞きながら MIDI キーボードを使って聞き取った音を MIDI データとして Cubase に打ち込んでいきます。今これはメロディーを弾きつつ、あ、この曲ってこの部分キー何やろっていうのを調べてる感じですかね。基本的に僕は大枠を MIDI キーボードで打ち込んで、その打ち込んだものを修正していく形で打ち込みをしています。修正する内容としては、タイミングとか音を伸ばす長さとか、そこら辺をショートカットキーを使いながらやります。こんな感じの同じメロディ、モチーフが繰り返すところは、コントロール D、つまり連続コピーとかを使って打ち込んでいきます。で、僕そんなに耳自体がめちゃくちゃいいわけじゃないので、一回弾いたら完璧に弾けますみたいな、そういう人ではないので、ちょっと探り探りこんな感じで、あー、こんな感じかなーって探りを入れつつ録音していくっていう感じですかね。ということで、こっからはひたすら耳コピーをして打ち込んでいくっていう、まあ地味な作業、いやずっと地味ですけど、地味な作業をやっていく感じですね。で、この曲みんないっぱい転調する曲とかは、この耳コピーをしてる段階で、あ、こう、こんな感じになってんのかなっていう楽曲分析も頭の片隅でやりつつ聞き取っていくっていう感じですかね。そういえば、なぜキューベースで耳コピーをしてるかというと、音符の長さ調節とかフレーズのコピー&ペーストとか、そういったものは譜面作成ソフトよりこういう DAW のピアノロールでやった方がやりやすいと思うからですね。譜面作成ソフトのまあフィナーレとかもこんな感じでピアノロール画面使えたらいいんですけど、なかなかソフトの仕組み的に難しいのかなっていうのを思いつつ、できたら嬉しいので、いずれ実装してもらえると嬉しいなっていう感じはしますけど。ちなみに僕が普段作業しているパソコンは、モニターが3つと液タブが接続されているので、実質モニター4つ構成みたいな感じですね。できる限り今回録画してる画面で作業しようと思ってたんですけど、ところどころいつもの癖で別モニターで作業をしてしまっている部分がありますね。で、だいたいもう少しでボーカルパートの耳コピーが終わるかなっていう感じですね。今ここら辺では細かい長さの調節とかをしていますね。実際の時間にすると、ここら辺までで約1時間かなっていう感じですね。はい、ということで、ひとまずボーカルパートが終わりました。実際ここでちょっとこの後休憩をしています。で、次はベースパートを聞き取っています。今回はボーカルパートとベースパートだけを聞き取る感じです。で、なんでベースパートを聞き取るかというと、コード進行とか、まあ、細かく聞き取っていくと、まあ、テンションとか、積み方とか、まあ、そういうのを聞き取っていくのはかなり難しいっていうか大変なんですけど、ベースを聞き取って、あとどのキーを使っているのかっていうのが分かれば、多少他の音が正確に聞き取れてなかったとしても、そんなに大事故にはならないかなっていうのがあるので、そういう意味で、まあ、分析するときはボーカルとベースを聞いておけば、あとはまあなんか音楽理論的なセオリーにのっとってその間を埋めていけば、だいたい大きく間違うことはないかなっていう感じがするので、ボーカルとベースを聞き取ろうかなという感じですね。ここら辺ちょっとキューベース落ちたので再起動してますね。で、引き続きベースを聞き取っていって、まあ、もうすぐ終わるかなみたいな感じで、こっちは実際の時間だと、まあ1時間はかかってないかなぐらいの感じですかね。で、最初バリオーディオで書き出したMIDIと照らし合わせて、大きく外れてそうな音がないかっていうのを最後チェックしてる感じですね。この後フィナーレで譜面を作っていくんですけど、その時に大きく間違ってると、もう一回こうキューベースに戻ってMIDIを修正したりとか、そういう必要が出てきてめんどくさいので、
まあそれなりにちゃんとチェックしようかなっていう感じですね。でここからフィナーレで譜面を作っていく作業に入っていきます。キューベースで打ち込んだ MIDI データを書き出してフィナーレに取り込んでいく形ですね。フィナーレのプロジェクトもあらかじめテンプレートを作ってあるので、ちょっと調整すればそこに貼り付けるだけ、まあだけっていうと言い過ぎですけど、そんな感じになってますね。で今出てきたのは Python の tkinter っていうライブラリー作ったフィナーレでよく使う動作をボタンを押すだけで自動実行してくれるっていう自作アプリですね。フィナーレにはフィナーレスクリプトっていう一連の動作を自動実行させられる機能みたいなのがあるんですけど、それではちょっとできないような、もうちょっと複雑な動作かつ自分が何回もやるような動作をやらせるために別途作った感じですね。まあ、いわゆる RPA ツールっていうやつになると思います。特に今やってるような譜面のマージンの調整、つまり余白をどういう風にするかっていうのは、わざわざこうフィナーレのこうツールを切り替えて値を変更したりとか、まあ、そういうのって手動でやってるとめんどくさいので、こちらのデスクトップアプリを使ってこんな感じで自動でやってもらうと。そして今これは調合を変更してますね。最初は調合が全くない状態なので、まあ、つまりこれ C メジャーと A マイナーなんですけど、ちゃんと曲の調合に合わせていくっていう作業ですね。先ほどキューベースで打ち込んだ時に、あ、ここはこのキーだなっていうのを考えたので、まあ、それをそのままやっていくっていう感じなんですけど、この曲の場合はちょっと複雑というか、転調というか、モダルインターチェンジというか、まあそういう微妙な部分もたくさんあるので、この時点でも一部どうしようかなって思ってやってる部分もありますね。これサビ前のところとかは、この時はフラット4つかなとか思って、そうやって設定してるんですけど、それ全体通して分析して考え直してみたら、フラット5つの方がガテンがいくなと思って、最終的には直すことになったりしてますね。しかしこの曲解釈にもよると思うんですけど、店長21回してるんですよね。さすが梶浦さんという感じですけど。だから普段はこんなに時間かからないですね、この作業に。で、今、ちょっとまたベースの譜面とボーカルの譜面のマージンを調節したりしてますね。本当は先やっといた方が良かった感じがするんですけど、まあ、ちょっと言い訳をさせてもらうと、なかなかフィナーレ毎日使ってるわけじゃない上に、他のソフトとかも結構いろいろ使ったりしてるんで、作業の手順とか、まあ、あとショートカットとかって結構忘れちゃったりするんですよね。まあ、もちろんメモはしてるんですけど、作業の細かいところって毎回同じじゃなかったりするんですよね。だから後から考えてみると、ちょっと今回ここ効率悪かったなっていうことは、まあよくあるっちゃありますよね。まあそんな感じなんで、日常的にもっとフィナーレを使い込んでおられる方とかだったら、もっと洗練されたワークフローっていうのを持っておられるんじゃないかと思うので、まああくまでこの動画は参考程度にしていただければと思います。で、そんな感じで喋っていると、もうすでに歌詞を入力する工程に入ってますね。で、この歌詞を入力する工程っていうのが僕は一番めんどくさいかなと思うんですよね。一応さっきの自作アプリに歌詞の流し込みができる機能とかはついてるんですけど、一つの音符に対して歌詞が2文字入るところとか、そういうとこ見落としてしまうとずれて入力されてしまうんで、やっぱりそこら辺めんどくさいとこですよね。だから結局手打ちの方が早いっていう部分も結構ありますね。で、ここら辺から次コード進行を入力していってますね。この曲の場合はテンションノートマシマシみたいな感じじゃないので、聞き取ったベースラインを元に組み立てていくと、そんなに大きく外すことはないかなっていう感じで、まあまあなんか割と勘でここら辺は入力していってる感じですね。で、だいたい譜面完成してきたので、次はパート譜を作ります。今回はボーカルのパート譜だけでいいかなっていう感じなので、ボーカルのパート譜を調節していっています。何をしてるかというと、一段に収める小節の数とか余白の数とか、そういうところを調節して楽譜を見やすくするっていう感じですね。やっぱりこう間違ってなくても読みにくい譜面ってあるじゃないですか。だから読みやすい譜面の方がやっぱり僕は嬉しいので、こういう作業はやった方がいいかなと思ったりします。あ、それから今回はベースのタブ譜も作ってあるので、実際に弾いてみてある程度チェックはしました。時間をかけて吟味したわけじゃないので、もっといい運指の流れとか、まあそういうのもあるかもしれませんけど、最低限無理のない感じにはなっているんじゃないかと思います。で、今立ち上げたのがデコーダっていうアプリなんですけど、耳コピの支援アプリみたいなやつで、こんな感じで音源を解析してテンポとかピッチとか、まあそういうのを表示してくれるんですけど、細かいコードの違いとか気になったなっていう時に、まあこれも参考として見てみるっていう感じですね。今のところ僕が知る限り、本当に細かいところを調べようと思ったら、キューベースでスペクトラレイヤーズで分解したあの後に、ピッチ修正とかによく使われるメロダインっていうソフトを使って解析するのが一番参考になるのかなと思いますけど、あれを使うのは今回ちょっとめんどくさかったので、最後ちょっとデコーダーで調べて、大体こんな感じかなっていうのを確認しています。で、確認したものを参考にもう一度フィナーレに戻って、修正と確認をして、まあ、大体いいだろうってとこで、仮
完成っていう感じですね。そしてこの後ブログにこの曲の分析記事を書いたので、その分析記事を書くときに改めて曲を俯瞰で眺めてみて気づいたところとか、そういうところを踏まえてまたちょっと踏め直したところとかはありますね。って感じでまとめると、耳コピーして譜面作成するところまででだいたい4時間から5時間ぐらいですかね。で、分析記事に2時間から3時間ぐらいかかったので、だいたい1日あればボーカルベースの耳コピーをして譜面作って分析記事上げるところまでできるかなっていう感じですけど、正直もうちょっと早くできるとさらに嬉しいっていう感じですね。今回この動画を作りながらもう一回自分のワークフローとか見直したので、次回もっとあと1時間ぐらいは削っていきたいなと。まあちょっと1時間は言い過ぎかもしれないですけど、まあ、でもなんかちょっと動画の中カットしたところとか早送りしているところとかで改善できたところって、まあ、いくつかあったので、まあ、そういうのを削っていくと数十分ぐらいはまた次短縮できるかな、短縮できたらいいなというふうに思います。ではこの後今回作った譜面を再生した動画をご覧いただきながらお別れという感じにしたいと思います。この動画が良かったと思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた、バイバイ。